私は虫キング研究所ではない研究所で働いている、ノリノリ研究員です。今日は虫キングの動画です。私ね、ノリノリ研究員はね、何をやってるかというと、カード排出専門なんだよここ見てくれる？魔人化してるだろう。悪なんだよ、ノリノリ研究員は。だからカード排出してきた。虫だから64枚と思ったでしょう。ただね、ノリノリ研究員ね、半人前だから今回32枚カード排出してきたので、今回はそれを見ていこうかまず出たのがこちら、姫五本図の兜だな。これはレアです。続いて、いきなり SSR の鬼ヤンマが出ました。続いて沖縄兜、これめっちゃ出るね。はい、続いてゴッドレアのオークワガタ、いきなり出ました。しかもキラカードで排出できた。カナタくん映ってる。やったね、いいじゃないのこれ。続いてノーマルのデリカトスマルバネクワガタ。そしてまた鬼ヤンマ来ました。でこのタイミングでゼリー来ちゃったんで、他のカウトをかぶってたんで鬼ヤンマにしちゃいました。素晴らしい。キラカード2枚目。続いてレアの超トンボ、レアのマキシムスマルバネクワガタ、ノーマルのパッパー金色クワガタ、これもめっちゃ出るね。続いてレアのお助けフンコロガシ、これもめっちゃ出る。スーパーレアのヘルマンミヤマクワガタ、これ僕好きでね、よく使ってる。ノーマルのツマグロオオヨコバイ、レアのキリギリス、レアのヤマトタマムシ、レアのマキシムスマルバネクワガタ、これかぶっちゃったね。かぶっちゃってからお尻のショットにしました。続いてレアのスティーブンスツヤクワガタ、お助け虫ノーマルの日本ミツバチ、ゴッドレアのオークワガタ、これキラじゃないやつね。お助けノーマルのベニシジミ、はい、そして SS レアのスマトラオオヒラタクワガタ、しかもキラカード、これゲットできた。またタイミングよくね、ゼリーが出てくれたんでキラカードにできました。やった、嬉しいね。続いてスーパーレアのゴライアストリバネアゲハ、続いてレアのクロパパ3本図のカブト、スーパーレアのヘラクレスレディー、さらに SS レアのヘラクレスリッキーブルー、これ実はね同じ回で出て両方ゲットしました。続いてノーマルのヤママユガ、レアのフンコロガシ、これはかぶっちゃったね。ノーマルのハンミョン、そしてまたまた出ました SSR のヘラクレスリッキーブルー、これはキラで欲しかった。さらに SSR のスマトラオオヒラタクワガタ、これはキラじゃないやつですね。 S レアのバイオリムシ、レアのコガシラクワガタ、そして最後にレアのクジャクチョウ、以上ですね。ということで32枚排出して3枚キラカードがゲットできました。これなかなかいい確率なんじゃないの、もしかして。そして惜しかったのがヘラクレスリッキーブルーだね。キラで欲しかった。もしかしたら1人前になって64枚排出できればキラでゲットできたかもね。ということで今回は虫キング研究所ではない研究所のノリノリ研究員が32枚カードを排出してみました。まあまあいい結果だったと思うね。ただコンプちょっとしたいかなって思ったけど、コンプは到底遠い。はい、ということで魔人化したノリノリ研究員でした。今日の動画が面白かったなと思った方は今のうちに高評価お願いします。ということで今日のマーティ君ご覧ください。今日のマーティ君、来たね。マーティ君の最近のお気に入りはこのペットボトルですね。これで遊ぶこれで遊ぶのがいいみたいね。音鳴るしね。ああ持ってくの。ここ持ってくの。悲しいですか。音鳴るもんね、それね。でもね、噛みすぎないようにね、切れちゃうと困るからね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、気に入ったボタン、これからグッドライクお願いします。そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひ見てみてください。よくチャンネル登録はこのペットボトルあたりよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。マーティ君相変わらず噛んでるー。